トリッキーは、イングランドのミュージシャン、シンガーソングライター、プロデューサー、ブリストル出身、本名、エイドリアン・サウス。90年代のイギリス音楽界に流星を見た、トリップホップムーブメントにおける代表的なアーティスト。日本での公演は、フジロックフェスティバルには3度出演し、2001年、出演時には初日ホワイトステージの鳥を務めた、サマーソニックにも一度出演している。 1982年にブリストルで結成された DJ 集団のワイルドバンチに準メンバーとして参加。数年後、ワイルドバンチがマッシブアタックに解消されて以降も客演を続け、マッシブアタックのセカンドプロテクションではカーマ・コーマ等でコラボレーションした。1994年から本格的にソロミュージシャンとして始動。1995年に トリッキーが4歳の時に自殺した母親の名を冠したデビュー作マクシン・クエイを発表。ヒップホップからソウル、パンク、レゲエまでを融合したその音楽性が高い評価を得て全英アルバムチャート3位まで上昇。同年のマーキュリープライズへのノミネートやメロディメーカー誌の年間ベストアルバムに選出されるなど絶賛を浴びた。この作品は さきのマッシブアタックなどとともにトリップホップやブリストルサウンドなどの言葉で語られる90年代の名作として扱われることになる。翌1996年は1年で2枚のアルバムを発表するなど2003年までの間にハイペースでのアルバム制作とリリースを重ねた。その間は自身のアルバムだけでなくビョークのアルバム、 ポストのプロデュースや映画、フィフスエレメントへの出演、リミキサーとしても、ビョークやエルビス・コステロ、ガービージー、リップ・スライムなどの楽曲を手掛ける。2000年代に入って、以降は、ツアー生活の疲弊から徐々に音楽活動への情熱を失っていき、代わりに、以前から楽曲提供などで関わり合いのあった映画業界をはじめとした映像分野への関心を強め、 2004年に音楽活動を休止。その後はニューヨークに拠点を移してショートフィルムや PV 制作などのサイドプロジェクトに専念する。2008年に音楽活動を再開。その理由はアメリカでの生活中、ラジオから流れてくるメインストリームの売れ線ヒップホップのあまりの脱作ぶりに並行し、今の自分でさえ、あれよりは、 良い曲をかけるだろうと思ったからだそうである。ダブの物げな低音域と緻密なサンプリングを駆使した編集音源にトリッキー自身の生産な追い立ちを綴った呪術的なリリックが絡み合った血を這うように前進するグルーブ感が特徴。アルバムごとのサンプリングも多彩で、サンプルネタの楽曲は名優マッシブアタックのものからパブリックエナミーマイケル・ジャクソン。 ダフトパンクさらには、無断サンプリングをしたということで関係が悪化した、ポーティスヘッドまで多岐にわたる。一方で、病気やスペシャルズのボーカルであるテリー・ホール、ジョン・フルシアンテや、シンディ・ローパーら豪華なゲスト参加の例もある。レーベル遺跡後のシックスス、ブローバックからは、ポップ路線にシフトしていき、次第に、キャッチーな楽曲が増えていった。作品を重ねるごとに、 有限のナーコスティックサウンドは影を潜め、打ち込み中心だった制作から生演奏によるバンド編成のレコーディングも用いられるようになっている。ありがとうございます。